はい、私と赤瀬先生、今日は長崎市東山手にやってきました。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は長崎らしい景観の一つ、この石畳の謎について迫っていくんですよね。参りましょう。でこれ実は長崎開港にもつながっているだそうですね。そうなんですよ、大いにつながってるんですよ。そしてそもそもこの石畳なんですけれども、だいたいいつ頃敷かれていたんでしょうか。一番初めにですね、歴史でこう記録をされるのがですね、だいたい1600年頃なんですよ。江戸幕府が開かれるちょっと前ぐらい。どこに敷かれていたんですか。これがですね、八百屋町の細い鳥があるんですよ、はい、桜町の公園の方からですね、向こうの諏訪神社の方に向かう細い道があります。 あそこが一番最初に敷かれたっていうですね、記録が残ってるんですよ。あのマンホールがたくさんあるところですよね。その通りですよ。実はその石畳をね、今も見ることができるんですよ。どこでですか。あのサンドミンゴ教会資料館っていうのがありまして、これ桜町小学校の敷地の中にあるんですよ。これはね、あの桜町小学校を新しく作るときに発掘したら、その当時の石畳がそのまま出てきたんですよ。よく残ってましたね。そうですね、大発見です ね。そもそもこの石畳というのはどうして敷かれるようになったんですか。あ、これはですね、はい、あの漢文の長崎大火っていうですね、はい、大きな火事が長崎にありましてですね、その時 の名奉行牛込忠左衛門っていう方がですね、これ都市を改造するのに、これ石畳を敷いた町を作ったらどうか、中国の町を目指したらどうかっていう話だったんですよ。ちょっと待ってください、中国、はい、中国なんですよ。ここはもう西洋のイメージがありますよね。もう私西洋の町並みが見えますよ。あ、なるほど。これね、あの勘違いなんですよ。勘違い、実を言うとですね、この石畳っていうのはですね、メガネ橋の上や宗福寺の境内ですね、お奉行様がですね、その中国の人が作った石畳を見て、こういう風な町にしたいっていうことでされたんで、お手本は中国なんですよ。中国がモチーフなんですか。そうなんですよ。中国、あの西洋の石畳っていうのはですね、こんな石畳じゃないんですよ。え、違いますか。あの長崎で西洋の石畳を見ることができるのはですね、江戸町商店街であるとか、ピンコド石っていうですね、小さい四角形のサイコロみたいな石をですね、敷き詰めた、それがですね、西洋の石畳なんですよ。確かにそうか。じゃあ私たちが今ここにいるオランダ坂は、これは中国の石畳なんです。ちょっとびっくりです。あの私たちあのここの通りを見たら、いかにも西洋の街みたいに見えますけども、こんな街はね、世界中どこにもないんです。どの西洋にもこんな街はないんですね。南国から来られた方々はこの坂を見たら、ヨーロッパの方がいらっしゃってもね、あ、これが長崎らしいんだろうなと思って絶対思いますよ。決してあのヨーロッパにあるような街並みじゃなくて、これぞね、長崎の景観なんですね。しかも畳ってね、日本の知恵ですよ。石畳だから、あの壊れたら裏返せばいいんですよ。今このコンクリートで敷き詰められてますけれども、はい、もう前は置いただけですからね、壊れたら裏返すんですよ。裏返して使ってたんですね。これ畳をね、表返すのと同じでね、そういう発想なんですね。だから敷き詰めて、みんなの足元がね、あの泥で汚れないように、もうまるで畳の上を歩くようにっていう発想なんです。これぞ日本の発想ですよね。だから石畳。そうなんです。畳っていうのはそういうことなんですね。そしてね、敷き方もね、違うんですよ。ご覧になったら分かると思いますけども、はい、縦の敷き方と斜めの敷き方ありますでしょ。あ、そうですね。こちら私たちが立ってる場所は縦に。そうなんです。で、ここからは斜めに。そうなんです。なんでですか。はい、これね、あの長崎はもともと縦に綺麗に敷いた石畳なんですよ、江戸時代ですね、はい、ところがあの外国の方がいらっしゃって、馬に乗ったり馬車に乗ったりしていらっしゃるんですよ。そうすると階段が登れないんですね。階段が登れない、うん、そうですよね。だから全部ね、それをね、坂道するんですね。これだから斜めにしてるんですか。そうです。坂道にするときにね、あのまっすぐはね、敷きづらいんですよ、はい、でも斜めにするとですね、あの敷きやすいし、そしてね、この雨が降った時もですね、真ん中に水溜りに残らずにですね、両脇の方に溝に行くとか、なるほど、いろんな知恵があるんですよ。もうこれも最新技術ですね。そうです。こういうような形で斜面は全部敷いていくんですね。だから長崎の石畳っていうのは、斜めっていうふうによく言われるのは斜面のことなんですね。坂の町ならではの工夫、そして技が詰まってるわけですね、この石畳には。これがオランダ坂なんですね。なるほど。オランダ坂っていうのは他にあるのはご存知ですか。他にもある。
他にあるんですよ。ここがもうオランダ坂ですよ。そうですね、ここもオランダ坂なんですよ、はい、もうということは他にあるということですね。そう、ここはね、渇水のオランダ坂ですね、はいはい。他にはですね、上皇院の坂っていうのがあるんですよ、はい。上皇院の坂はですね、向こうの孔子廟のところから登ってくる急坂ですよ。わかりました、わかりました。これもかオランダ坂で書いてありますもんね。そうです、はいはい。もう一つあるんです。さらにある。どこですか、第3のオランダ坂。行ってみましょうか。行きますか、はい。じゃあ後半もお楽しみ。はい、私たちは長崎市東小島の路地にやってきました、はい。先生、先ほどは東山手のオランダ坂、渇水坂ですね、うん、そして上皇院坂の他に第3のオランダ坂があるということだったんですが、はい、それがこちらですか。こちらですね、こちらの坂なんですよ。で、場所を改めて確認しましょう、はい。私たちの後ろの方、まっすぐ行きますと花月、さらには丸山公園がある場所なんですよね。先生、ここの坂の名前は。これご存知ですね、丸山オランダ坂って言うんですよ。丸山オランダ坂、はい、私たちが通ってきた坂、そしてこちらです。ずっとこの繋がってますね、はい、道が丸山オランダ坂と言われるんですね、でも先ほどご紹介した、はい、オランダ坂はちょっと道幅がありましたよね、うん。馬車が通るということでかなり広かったんですが、ここは狭いですよね、うん。そうですね、これはですね、人が歩く道でございますね、うん。で、人が歩く道にしてはですね、これね、広い方なんですよ。あ、え、そうなんですか、うん。だからこれはね、江戸時代の、ね、メインストリート。そうなんですか、うん。そうなんですよ、これは本当今でいう国道級です。そうなんですか、国道級の。そうなんですよ、だからね、小さいと思いますけども、はい、昔の人から見たらこれ大きい道、大道ですね。ちょっとびっくりします、はい。先生、そして発見しました、見てください。石畳ありますね。ここに石が斜めに敷かれています。斜めだ。これ名残ですね、当時の。そうですね、やっぱりね、はい、一番大切な道ですからですね、はい、ちゃんと石でしっかりね、舗装するんですよ、うん。こうやって石畳をですね、残しておくんですね。コンクリートが、ね、ありますけれども、それは補修された後ということなんですね。そうなんですよね、こちらはですね、はい。もうこれはね、中にやっぱりね、水道管とかガス管とかを入れたりとかですね、はい、工事もありますし、うん、石もですね、この石もう一回手に入らないんですよ、なかなか。あ、そうなんですね、うん。ですから補修をね、されている部分もありますけども、うん、もうしっかりこの名残を留めていますよね、でも、もともとですよ、うん、なぜこの道が、坂がオランダ坂と呼ばれるようになったんですか。うんうん、そもそもオランダっていうのはですね、はい、外国人のことを全部オランダ人って言ってたんですよ。オランダさんとかって言いますね。オランダ人のこ、オランダ人だけじゃなくて外国人のこと。そう、外国人、みんなオランダさん、オランダさんって言うわけですよ。ですからね、外国人と関係がある坂ということですね、通ってたってこと。だ、向こうの方には丸山がありますからね、はいはいはい、丸山に通ってたり、あるいは丸山の遊女の皆さんが出島へ行ったり、あるいは西洋料理のお店がありましたからね、はい、それに通っていく、その外国の方もいらっしゃったんでしょうね。なるほど、うん、その関わりだと思いますね。そして先ほど先生のお話にもありましたが、このオランダ坂は江戸時代に作られたということなんですけれども。そうですよ、覚えてますか皆さん、東山でのオランダ坂は開港後に整備されましたよね。そうです、安政の開港の後ですね、ということはここの方が古いんですか。そうか、古いですよ。もうここは圧倒的に古いですよ。こっちの方が早いのか。ということはこちらのオランダ坂の方が、そう、元祖オランダ坂。元祖、元祖だ、なんと。第3のオランダ坂、元祖なんですね。もっと有名になっていいよね。そうですね、そして皆さん見てください、ここ分かりますか。電車通り沿いでしょ、これ。左手には、そう、四半橋電停が奥の方にありまして、はい、で右手の方に行きますと、総福寺電停がありますと、はいはい、ここに繋がってる、なるほどね、この道。あ、しかも見てください、見てください、はい、何何、ここに丸山オランダ坂と書いています。奥ゆかしいですね。目立つところに置きましょうよ。そうですよ、これのですね、オランダ坂なんですよ。ねえ、いや、うん、ちょっと知らなかったです。あ、そうでしょう、ね、これね、いや、この石畳の謎を解いていくと、うん、第一のオランダ坂に出会えることが、元祖オランダ坂に出会えることができました。いや、今日も楽しい発見をどうもありがとうございました。